そうですね、まあ、第一審と今回の高裁のこの控訴審の、まあ、判決の内容はほぼその不同意、私の同意がないまま性行為がされたというところは変わらず認定されました。でそれは当初からやはりお話ししているように、私がこの準強姦という訴えを起こした2015年か2017年、皆さんの前でお話した2017年、当時は強姦罪というものでした。それから、強制性交等罪というものに刑法改正がされて、しかしその時も、同意について、変わることはありませんでした。後藤翔さん、元 TBS 社員による性被害を訴えた事件ですけども、それについてお伺いいただきます。弊社の秘書が逮捕状を発布して、全く執行されなかったという言われていますけれども、この事件当時、長官、弊社の刑事部長をされていました。この事件でどういう判断、対応されたのか、ご見解を、お願いします。それからまた、この件などに絡んでですね、今回の長官の起用につきましては、ネット上などでは、一部その疑問についての声も一部では出ておりますが、その点についてもどうお考えか。まず最後に人事のお話ございました。自分自身の人事についてですね、何かコメントをするという立場ではございませんので、